品川ホットインフォメーション。夏の電力需要のピーク時に向けて今から取り組んでおきたいのが家庭での節電対策です。家庭での夏季の電力需要は平日の午前9時から午後8時の時間帯がピークとなります。家庭には1000ワットを上回る電気製品がたくさんあります。消費電力の大きい電気製品は平日の日中を避けて使いましょう。家庭内で使われる主な電気製品の中から今回は冷蔵庫について考えてみましょう。24時間働き続ける冷蔵庫、エアコンとともに消費電力が高く、それだけに節電を意識して使いたい電気製品ね。対策として庫内温度の設定を強から中に変え、扉を開ける時間をできるだけ短くして、食品を詰め込まないようにしてね。これだけでおよそ 2% の削減が可能です。他にもこんな方法があります。熱いものは冷ましてから入れましょう。冷蔵庫の中を整理しましょう。庫内にビニールカーテンを取り付けましょう。節電の効果はどうすればわかるの？ご家庭の電気使用量明細のここを見ればよくわかります。1年前の同じ月の使用量が表示されていますので、当月の使用量と比べることができます。また区では節電に向けて電気製品の消費電力を調べる簡易型電力量表示器の貸し出しも行っています。電気製品を上手に使って賢く節電しましょう。お問い合わせはこちらまで。